ベレスト持ってくんだったら広角1本つけてった方がいいですね。広角1本つけた方がいいです。倉岡さんは北斗レンダーっていう北斗レンダーコシナが作ってるんですけど、イマウントにつくんですか。あ、イマウントにつきます。ただ全部マニュアルフォーカスなんですよ。あ、マニュアルフォーカスはオートフォーカスじゃないんですよ。でもそのもう盗聴日は、うんうんうん、無限大にしといて、ええ、それで絞りをちょっと絞っとけば、ええ、光は十分あるんで、ええ、もう全部ピント合っちゃう。へえ、取れまくればいいですね。取れまくればいい。でこれあのフォーカス、多分マニュアルフォーカスの拡大っていうのがあるんで、うんうんうん、それでソニーはね、ピント合ったところに 赤く染まったり黄色に染めたりできるんで、マニュアルでも全然問題ないんですけど。へえ。オートが良ければ、これの一番あれで16ミリなんで、あ、私多分オートの、ソニー持ってます。あ、そう、いやいや、それはねオートなんですけど、レンズがオートフォーカス効かないやつなんです。あ、そうなんですか。要するに電気接点がないんですよ。全部マニュアルフォーカス用に作られてるんですけど、すごいコンパクトなんですね。あ、じゃあそれ持ってないですね、すごいコンパクトのオートは持ってない。はい、はオートじゃないんです。あ、オートじゃなくて、すごいマニュアルフォーカスパクトのマニュアルは持ってないですね、だからこのシリーズのツワイスのシリーズの広角、そんな広角ないんですけど、やっぱ 16mm、35mm っていうズームなんですけど、でかいんですよ。あ、でかいです。私持ってるのでかいです。あ、でかいですか。多分それかな、だからね、いいんですけど、オートフォーカス効いていいんですけど、ちょっとでかいんです。でもまあこのぐらいだったら全然問題ないですけどね、一眼レフに比べれば。